我是为了传递世界和平梦想而停留在台湾台中。你好，你好，早上好。2013年に初めてロッキン台中に出演しました。今回で3回目です。ヌノさんがもっともっと国際的に、台湾だけではなくて海外のアーティストもコラボレーションすることをすごくヌノさんが意識しているということを感じます。かつてのロッキン台中以上にピースフル、ハートフルに進化していると感じています。イ・ア・サン・ダイスティー。2013年、2016年の時は日本のバンドと共に演奏していました。でもそのバンドは活動を休止したので、今回初めて一人で台湾に来て、そしてゴーフェイ・ホーチャーと共にコラボレーションして演奏したこと、一人で台湾に来たことが初めてのことです。非常好玩，对任何小细节都非常的认真。对日本人的那个追求，真的是很厉害。你要把整首歌要 hold 得很好，对，这个挑战是蛮大的。对他的身份就是亦师亦友这种感觉。那我觉得他真的用一个大哥哥的角度在带我们啊。彼らはとにかく僕に優しくしてくれました。僕は14歳の時に音楽を始めました。14歳の時から曲を作ってます。なので今年で27年目になります。コミュニケーションがなかなかうまく取れませんでした。言葉が伝わらないから、それでスマートフォンで何度も何度もこうトランスレート翻訳しながら見せ合って、だけどノー Wi-Fiノー Wi-Fi の時、電波がつながらない時はもう全然話ができなくてすごく困りました。ノーコーラスナンバーワン、ノーコーラス世界が歌う。我们有时候听不懂台上要什么嘛，然后我就会觉得哎，那我到底是应该要弹多一点呢还是少一点呢？那图子就会说没关系，你就照你的意思弹，然后如果带上邓你，那表示你弹错了。もう僕たちは争うことをやめて一つになっていかなければならないと思っています。もうみんなで争うのではなくて、これから大きな災害、地震や台風、津波、たくさんの災害が世界中で起きている中で、もう争うのをやめてみんなで力を合わせて助け合わないといけない。だから今回 Fly to the Future という曲の中に子どもたちの声を、日本の子どもたち、台湾の子どもたちの声をそこにミックスさせて、子どもたちの声を聞く。もう一度僕たちも仲直りしてピンチを乗り越えていきましょう。一つになっていきましょう。それが僕が Fly to the Future に込めたメッセージです。